我々は常に禁じられし者を求め、拒まれし者を恋願う。オイディウス、愛の歌。ねえ、あんた知ってる？自分の力でどうしようもない現実を突きつけられた時、人はどうするか。この世界にはお前が知るよりも深い闇がある。心に闇を持つ者は惹かれ合う。そしてより強い側が相手を包み込んでいく。お前は俺のために、俺はお前のために動く。その関係さえあれば十分だろ。手始めにこの試験に勝ちに行く。だってお前は歪んだ憂いが飛び交う中で、失い失い膝をつく道化。あの蝶は自由になれたかな。情熱は孤独と燃える。新たな学園黙示録が今再び幕を開ける。テレビアニメーションようこそ実力至上主義の教室へ、セカンドシーズン。2022年7月。